こんにちは、皆さん。どうも、小林陽生です。今回の試合解説動画の相手は、ビクター・クリーン選手でございます。はい。ビクターですね、僕の YouTube にも、半年前ぐらいに練習試合で登場させたことがあるんで、日本でも知っている方多いのではないかと思うんですが、一応リマインダーとして、彼は21歳、そしてハーバード大生からの世界ランキング40位台。なんとこの3つ、できすぎくんかと、リアルできすぎくんなんじゃないかというところなんですが、そんな彼とね、2月末に、コニャックで開催された大会の準決勝で対戦しました。それでは、早速試合に移りたいと思います。両生図解説付き動画、エンジョイ!両生チャンネル、テーマは、スカッシュ!はい、それでは、いつもちょっと緊張のファーストゲーム。始まります。エサオープンコニャック2021デミフィナル、ムシュ小林オセアビス、ムシュコアオゴト、ムシュ小林セービス、ムシュコアオゴトレシーブ。まあ、まずはやっぱりね、バックハンドストレートで、大体の試合はね、こうやってね、相手の様子を見るということで、バックハンドストレートのラリーから始まりますね。悪くないよ。うわ、うわ、マジか、もったいな。あんなにラリーしてたの。ビクターからしたら、おおっていう感じですよね。あれみたいな。そうそう、ビクターのまずね、特徴をちょっと説明したいんですが、ビクターは、プレースタイルは超ベーシック、そしてディフェンシブっていう、なんだろうな、もう教科書通りのスカッシュみたいなイメージかな、自分的には。で、僕はなんでビクターがそれをやるか、で、なんでそれがビクターはそのスタイルが一番合ってるかっていうかというと、見ての通りビクター体の大きさ僕とあんま変わんないんですよ。ほんのちょっと背高いぐらいで、多分それを分かってて、ビクターはこの教科書通りのスカッシュをやってる。っていうのも、ディフェンシブにショットセレクションよく、安全に攻めていくと、必然的にティーにいる時間が長いんですよ。で、さらにそれに加えて、ボレーを積極的にする、入る。で、このボレーすごく積極的に入れると、やっぱりティーにいる時間も長くなるから、うん、ビクターには一番合ってるスカッシュ。で、自分はどうなのかっていうとね、体の小さい自分はどうなのかっていうと、まあ昔からなんかこう楽しんじゃうんですよね。こういいショット打ちたいし、面白いことしたいし、なんかそれがこう結構硬い選手とやるとそれが通用しないことが多いんで、ビクターはなかなか勝つのが難しい。だから練習でも一回も勝ったことないです。そうそうそう、こうやってね、だんだん走らされて、だんだんストレッチさせられてプレッシャーかけられるんですよ。
Ah oui, d'accord. Ah oui, mais... Trois partout. Monsieur Kobayashi, à droite. Friol. あ、フランスでね、ちょっと面白いなって思うのが今のイエスレッツウィレッツって言うんですよ日本語で言うとあのイエスはウィですよね。だから日本語で言うとハイレッツみたいな感じこれフランス人の特徴で、とにかくフランス語で言えることは全部フランス語で言うみたいな感じだから、ウィレット。あ、これ、今のね、ビクターのボレーストレート、これめっちゃうまいんですよ。なんかね、地味に見えるけどすごい疲れるんですよ、あのボレーストレート。常にもう多分ね、9割8割方ビクターはボレーストレートバックハンドのボレーストレートは床にまず当たって、サービスラインぐらいに当たって床に当たって、カード後ろのカードに吸収されていくようなボールを打つから、常にストレッチさせられる、こういう感じのボールをボレーで打つから、早いタイミングをあれやられると常に自分はストレッチさせられちゃうからきついんですよね。結構いいね、いいね、ロブいいね。そうそうそう、ロブもっと使っ、こうこうこう、こういうのもっと入れたいね。うわ、もったいな。そうそう、あとね、ヴィクター、今自分のミスすごいもったいないじゃないですか。ヴィクターはああいうあのミスは絶対しない、無理して攻めない、常にチャンスがあってもタイミングよが悪かったら無理して攻めないっていうのがリスク管理すごい上手ですね、ビクター。調子悪いなって調子悪いっていうか、なんかうまくいかねえなっていう感じ。そうそうそう、ロブね、もっと入れたいよね。ナイス。まあこのゲームは特にそうだけど、やっぱり自分の方がミスが多くて、こういうビクターの方が楽に決めるシーンが多い。まあレベルの差なんだけど、これがやっぱりビクターの強いところ。自分はなんか今のタクシーできて、あの相手逆に引っ掛けられたけど、なんかそういうこう、まあさっきのボレーストレートでウィナーもなんかこうちょっとうまくいかないと点取れないみたいな、これも短いでシンプルにドロップで決められる。はい、このゲームの反省はボールが短すぎるところ、そして自分が短すぎるからフラストレーション溜まって後ろから攻めちゃってるところですね。
出た。これビクター多いんですよ。これもう角度があったらストレート2番に行く、毎回行く。これめちゃめちゃ上手。あ、そう、2ゲーム目すいません、2ゲーム目ね、こう1ゲーム目と2ゲーム目のゲーム間の休みの間にね、 iPad ちょっといじっちゃって間違えて、動画撮影してできてると思ったらできてなかったんで、これだ、このゲームだけ、Facebook ライブの、スクリーンレコーディングになっちゃうんで、画像が画質が悪いですが、ちょっとすいません。おお、今のも1ゲーム目の最後の点の捉え方と同じだ。2番ニックストレート、だからやっぱり1ゲーム目の反省を生かして、なるべくこうビクターに、まあそういうドロップ、ストレートドロップだったりストレート2番ニックだったり、そういう角度をなるべく与えないように、ストレートとボールを長くロブをもっと入れるように意識して2ゲーム目は臨みました。おお、珍しくダウン。そう、この珍しくダウンっていうのが結構ビクターのと対戦する上でのメンタル面でのキーポイントで、やっぱりミスが少ない、もう異常に少ないんですよビクターって。だから少ないから、こう自分はそれを分かってると、ミスしてくれないから自分でなんとかして点を取らないとっていう、なんかプレッシャーがメンタル的にかかるからそこでさらになんかこう自分がいいショット打たないとっていうね、なんかこうプレッシャーかかっちゃうんですよ。それがメンタル面でビクターと対戦する上で辛いところ。だから本当は根気よくね、ラリーしないといけない。ビクターがのミスを誘えるくらいのね、クオリティで。おい、今のショットは良かったね。多分これ試合1のショットだと思う。ちょっとリスキーだけどスペースあったんで行っちゃおうみたいな、クロスドロップに行く。やっぱね、短いんですよね。はい。今のはワーキングボーストを使うタイミングと、ボーストの2バウンド目が落ちるところが良かったから、あのチャンスボール出たけど。やっぱりね、ラリーで優勢じゃないんですよね。いいワーキングショット打てたから点取れたけど、それまでのラリーは完全に劣勢だった。そう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 、ロブロブロブ、ボールをもっと深く。お、ちょっとショットのクオリティはしょぼかったけど、引っかかったからよかった。
意外と 5-1 です。反省がだいぶ生きてるんじゃないでしょうか。ナイス、いいね、今のはパワープレイ。調子いいぞ、6-1。はい、ナイスショット。ここの7-1まではね、ビクターを圧倒した瞬間っていうか、うん、パターンだったんですよ。だからビクターを圧倒するスカッシュも自分はできなくはないんだけど、問題はそれが最初からできるか、それかそれを頻繁にできるか、長くできるかっていうのが問題。3ゲームね、こうコンスタントにそれをできるかって言われたらまた難しいんですよね。リズムが必要だし、うん、ここにこのゾーンに入るまでのドライブの、あーこれノーレットだったんですよ本当は。なんかビデオって、このビデオの角度からするとなんか、まあノーレットはあ、ストロークは厳しいけどレッドはあるよねって思うんだけど、多分ね真ん中から見たのと普通にプレイしてる感じで、もうウィニングショットだったんですよ自分のコート上で。なんか、うん、打った時はよっしゃと思ったんで、したらストロークって言われて、これはさすがにねえだろうと思って、タイトだったし、ビクターが、甘いショットを真ん中に出したから、自分は普通にキルショット打って、ビクターに突っ込まれる筋合いはねえと、そう説明したんですが、レフリーに聞かなかった。真ん中にね、自分で、甘いショットを出した場合は、それは自分 の接触が起きちゃうことは自分の責任だから、なるべく相手を回ってボールを取りに行かないといけない。おっと、フラストレーション溜まっております。4-7、ちょっと7-1だったのにな。だいぶやっちゃってるぞ。ここで1点取りたい。うわーい、そう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 。ワイドに高めにクロス打つと後ろでニック入ることがたまにあるんで、それ結構行くんですよね。これで点取れること結構あるから、アンダーレーテッドなショットっていうか、こう注目されてないいいショット これストロークなのかな、どうなんだろう。まあボールは高かったけど、さっきと自分の意見はさっきと同じで、ビクターが真ん中にボールを出したから、自分は普通にドロップ打っただけで、ビクターは後ろを回るべきだったと思う。自分が逆の立場だったら絶対そうしてるし。あ、やばい。これむしろなんかやべ、ストロークかなって思っちゃったな。レッドでよかった。
完全にそれまでのなんかこう ノーレッドのはずがストロークになっちゃったみたいな2本でチキってうまくストレートで攻められなかった。チキリボーストってね一番しょぼいショットだからね打っちゃダメなんですよ。ああ出たこれやっちまったと思った。いやーこれは完全に焦りだね。さっきからチャンスボール生かせないのと今のミスは完全なる焦り。落ち着いてないね。点が欲しくなっちゃってる特に今のは。ここ大事です。8オールか9-7、だいぶ差があります。いいよいいよ、ドライブいいよ。いやーもったいな、ショートボースト。なんだそれ。ちょっと疲れております。やばい。あ今のクロスはうまかった。完全にストレート来ると思ってたらクロスで、うわマジかよみたいな。うわ疲れております。僕ね8年前ぐらいからずっとなんかこう地味に測定筋膜炎があって、硬いこのここの床のこの会場の床のコートの床結構硬かったんですよ。で硬い床でねやるとプレーすると走り込むとねその測定筋膜炎のせいでスネとか痛くなってくるんですよ、足の裏とか。それが最近の悩みで、フランス結構硬い、ヨーロッパか結構硬い床が多いから、なんかちょっといずれメンタルブロックになっちゃうんじゃないかなと思って心配。いやー7-1だったのにまさかのそこから8点取られてるうちに自分は1点しか取れてないと。やっちまってるね。やばいやばい。もうなんか余裕がない感じ。きついです。このストレートはすごい良かった。良かったけどきついっす。
うわー、これはおかしい。これはマジで 100% おかしい。むしろノーレッドか、ノーレッド寄りのレッドでしたね今のは。ストロークの時はバックスイングでにのスペースに相手がいるか、フロントオールが全部空いてないか、クロス打てない時とかで、今のさっきの最後のストロークはね、アングルリバースボストも打てたからね完全に僕的にはまあセーフティーレッドかな。フォロースルーで当たっちゃうかもしれないからセーフティーレッド、ストロークでは絶対ない、ね。3ゲーム目きついね。そうそう、2ゲーム終わったから3ゲーム目の最初はその2ゲーム目からの2分間の休みの間にボールが冷えてるから、自分はドロップを打てるときに意識して積極的に行こうと思って。だボールが冷えてると後ろまでボールが伸びないから、そういう時はしっかり高さ使って、それこそ緩急をつけてドロップとローブで。ああ、これダメだ、完全にコントロールミス。カウントドロップしたかったけどサイドオール当たっちゃった。これがきついんですよ、ストレッチさせられて、しかもボレーボーストも来ると。対角線でね、こうストレートで普段攻めててたまにボレーボースト打って、対角線で相手をストレッチさせると。ビクター頭がいい。きついです。2回いっちゃった。最初のな 4-0 でリードしてたんだけどね。今のは完全にもうストレートドロップかストレート来たら諦めてたから、クロスにかけた、来たって感じ。ナイスショット。いやーダメじゃ、リズムが崩れている。もうすでにな、んかこうボディーランゲージもなんか 2-0 ダウンでちょっとこうしょぼくれてるっていうか、攻め方も荒いしラリーも
うまく作れてないし、うん、ちょっとメンタル的にあんまり姿勢が良くないね。そう、こうやってボレーしまくるんですよ、ビクター。それが辛いの、時間がなくて、ティーで。もうこれのやられまくりですね、ストレート。どうやって勝ったらいいんでしょうね。こうやって勝ったらいいんじゃないのとか、こういうところもっとうまくできたんじゃないのとか、コメントあったらね、ぜひください。それか、ビクター、ここは実は弱点なんじゃないのみたいな、あったら、教えてほしいです。まあ自分は結局はストレート、クロス、ドライブのあのクオリティでやられてるから、こういうラリーが必要ですよね。積極的に高めのボールを使って、とにかくもうとにかく後ろに下げる、ビクターを。何をしてでも後ろに下げる、手段問わず。それをしないとこうやって走らされまくりだから勝てないですね。そうそうそう、きつい時はこうやってロブで攻めると。そうそうそう、こういう感じですね。うわ、うまい。ディフェンス硬クロスもね、今回避するクロスもビクターしっかりワイドに打って、自分をねにバックオールボースト出させて、ディフェンスカチカチですね、これ。このディフェンスを破るには相当な覚悟っていうかね、フィットネスの体力の自信と覚悟が必要。こういうのをもっとコントロールよくね。ウィンドサイドちょっとしょぼくれております。もうちょっと頑張れ、ニックいっちゃいます後半の遅れてる。そうそうそう、ああアウト、ダメじゃん。難しいね。2ゲーム目のセブンワンアップからの、まあ少なくともジャッジ2本は完全にやられて、さらにゲームが取れなかったっていうのがメンタル的に響いちゃってる。あれきっつ。完全に疲れミスだな、今。
10-6 マッチボール。まあいいニック入ったからよかったけど。これダメだってなっちゃったんだよな。もう3ゲーム目の途中から。ワンチャンあるかと思った。今の取れたから。いや、それビクターのラケットが自分にちょっと当たった。70点かな。65点70点くらいかな。なんかまあもちろん、フィジカル面でね、なんか疲れちゃったんですよね、すぐ。それは自分ですごく悔しかった、この試合。なんかこう普通に5ゲームやる体力は大体あるんだけど、全然で、しかもそれを何試合もプロの大会でやるからあるんだけど、なんかね、疲れちゃったんですよね。試合前のからの、体のコンディションがそこまで良くなかったのは大会初日からちょっと思ってて、それが心配だったし、まあやっぱりビクターのディフェンス力の強さ、そして自分の、あんまり調子良くなかったね。これはどっちもだね。体のキレが良くなかったのと、ビクターにそこを突かれたっていうか、リスクなくディフェンス力カチカチで、高くしっかりと、もうチェスをやってるみたいね。ビクター、空いてるところにうまくポジショニングする、また空いてるところにうまくポジショニングする、相手に攻めさせない、なるべくティーにいるっていうのをね、うまくやられた試合だったかな。ちょっと反省点が多い。けど、まあまた次、ビクターとやるときとか、格上とやるとき、もっといい試合をできるようにね、頑張りたいと思うので、トレーニング頑張っていきます。はい。次の試合をお楽しみに。今回も動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ぜひまだしてなかったらお願いします。ではでは、ボンジョルネ!